どうも西田渡です、本日なんですけども、こちらのレンズですね、ジャンと RF の 7200F2.8LISUSM っていうところで、RF レンズの第三元レンズっていうところで、まあ僕の中でね、結構紙レンズ 1,2 を争う、でも1番かな、結局は。何が1番かと言いますと、僕が業務で撮影する際に結果1番使う、範囲のレンズで考えると結果ここなんですよね。人物撮影で、なりわいとしている部分がありますので、例えば後ろの部分の背景整理だったり、人物をキュッと収めて構図整理をするっていう風になると、だいたい 85mm から135、場合によっては 200mm のレンジぐらいまででね、撮影すること多いんですよね。背景をね、いろいろと広く見せたい、例えばですがハウススタジオでイメージも含めて見せたいっていう風になっていきますと、比較的ね28-70とかで広く 35mm とかで撮っていくっていうのも悪くはないんですけれども、アーティストとかタレントさんとかっていう風な撮影になると、あくまでもその被写体をいかにこうソリッドに引き立たせていくかっていう風になるとですね、必然的にここがゴールデンレンジみたいな感じになると思うんですよね。多分ポートレートフォトグラファーの方だったら、多分7200でとか 85mm の単玉とかね、あとは50スタート85、あとはまあ135-200っていう単玉で使い分ける方もいらっしゃいますが、やはり時間がない中でかなりのクオリティ高く、撮影していくってなると、この7200の F2.8 になるかなっていう次第なんですよね。で、なぜね今日久しぶりにこのレンズを語ろうかっていうふうに考えたかと言いますと、過去 RF7200F2.8 を紹介してきた時の一番最初はベースボディは EOS R、 当たり前ですが RF マウントでしかくっつかないですからね、 EF1DX M3 にはつかないっていうところなので、で最初は一番ここだったわけですよ、こちらで。その次は、まあ、R5、 そして R6 ってなりますが、やはり一番パワーがあるマシンって言いますと、やはり R5 になるかなっていうところ、そしていよいよこちらですよね、 R3 で 7200F2.8 を運用するっていうところにおいては、またねこのレンズが化けてくるわけですよね。僕一番最初こちらの EOS R でベースボディとしながら、こちらのね RF7200F2.8 が出た当初すぐにね、キヤノンさんからお借りして EOS R での解説をしたんですけども、この時には正直なんですけれども、このレンズはまだ EOS R では持て余すっていうね、最終評価ファイナルジャッジを下していたんですよ。なぜかというと、このボディ自体がなかなかまだね、この RF レンズが持っているこのモンスターのスペックをマシンのモーターのトルクとかぶん回せるほどのパワーがあるマシンではなかったっていうところが一つで、正直 EOS R であれば EF の7200の F2.3 型とマウントアダプターキーで使うので、全然正直そんなに差はないっていう風なねジャッジを下していたんですよね。さらに言うと EF の7200の F2.8 の3型とかになりますと、テレコンもつきますから、2倍とかをつけると140-400みたいなね運用方法も可能だったりするので、まあそういった意味で自由度が高いよねと。ですが、当たり前ですが、このレンズの醍醐味っていうのはですね、普段の EF の7200の F2.8 になりますと、これですよ、サイズが。本来はこれ、インナーズーム型でね、これ伸縮型になりましたけれども、ここまであるわけですよね。これがカメラバッグに収めなきゃいけなかったところ、今回は伸縮ズームになったおかげでね、約10センチぐらい短くなっているんですよ。でさらに言うと、 EF の7200の F2.8 は 1.4 キロぐらいだったかな、軽くなっても 1.2、3キロだったかな、ちょっとごめんなさい、ここうろ覚えなんですけれども、とにかくこれは 1000g ね、この三脚座とかは抜きにして、フードなしにして 1000g なんですよ。 1010g かな、20センチ1キロの、まあ、第三元ズームってちょっとね今までじゃありえないですし、このレンズは最初ね、僕もテレコンつかないんですよね。なので先ほど申し上げた2倍のテレコンつけて140-400みたいな運用は無理なんですけれども、とはいえ結局使い始めると7200のレンジで僕もほとんどの仕事をやっている上に、やはり小さいは正義っていうところ、このサイズをカメラバッグで持ち歩くんじゃなくて、このサイズを、持ち歩ける。そしてさらに言うと、でここからつながってくるんですが、 R3 が出てきてからの7200の F2.8 のこの描写力解像性の AF 速度、まあ要は食いつきと離さなさっていうトラッキングっていうところが、いよいよね、僕が当初言ってた EOS R では正直このレンズ持て余すって言ってたところを、いよいよ本当の意味でこのモンスターマシンのスペックによってフルにね、このレンズが持っているポテンシャルを引き出せるようになったってところで、今こそ、こちら RF の 7200F2.8、 これが鉄板レンズかなと思っております。実際に僕、例えばなんですけれども、これ、リサの、まあ、10周年本か、これ今まで僕が5年以上にわたって撮り続けてきたリサの本の集大成みたいな感じなんですけども、これは R3 とそれこそ
RF の7200の F2.8、 このコンビでの 135mm ぐらいレンジでのね作品なんですけども、いかがでしょうか。ぜひね、これも一応久しぶり概要欄貼っとこうかなと思います。多分まだ売ってるはず。めっちゃ売れたって、1万部売れたって、すごいイケイケ売れるね状態なんですけれども、それこそこのリサーに買えば、R3 と、この RF7200 の F2.8、 あとは他にはねちょっとワイドに見せたい描写もあったので、 RF の1535の F2.8 かだったり、28ナノ F2 っていう、まあ要は RF レンズの最高級の描写と R3 との組み合わせですね。ここがいよいよ見えてきたっていうところでね、本当にこのレンズはもう本当に結構いいとこづくめで、まずカメラバッグ1個分、もう1個単焦点詰めますよね、カメラバッグの中にね。で1キロでしょ、さっき言った R3 と組み合わせると、 R3 っていうのが R5 や R6 と比べてですね、やはり 1DX Mark III に寄せてきている CMOS センサーの性能というか絵作りなんですよね。カリッカリじゃないっていう、 R5 は比較的カリッカリすぎて、僕の場合キャプチャーワンとかでデータを、明瞭度をね、ちょっと逆に明瞭度とかストラクチャーをちょっと抑えて、エッジを抑えてあげないと、もうガリガリになりすぎてちょっと印刷向きじゃなかったりするとか、女性の肌のトーンとかを出すときには抑えてあげないと、ちょっと見えなくていいところまで映ってしまうっていう感じがあるので、そういった意味では R3 は本当にいい意味でのナチュラルな雰囲気というか解像性能を持っているのでね、何にと似てるのかなと思って思い返したら、やっぱ 1DX Mark III を思い出しました。 1DX Mark III は所有はしてなかったんですけども、キヤノンさんからねかなり長い時間お借りしつつ、いろいろと深掘りしていたので、あ、 1DX Mark III でこうだったわっていうのを、久しぶりにね 1DX Mark III のローデータを触っている感じになる。つまりはプロで活動した上でデータを丁寧に追い込んでいって、ガリッガリのハードな方向にもふわっと緩く、あの素材としてのね、本当に薄い出汁が効いた素材としての写真提供みたいなこともできるっていうのが、やはりねこの一番のフラッグシップ機のローデータだったりするんですよね。そこにきっちり応えてくれるっていうのが、やはりもう各社ね、この7200の F2.8 っていうところは、まあ、ソニーもそうですし、ソニーもね7200の2型最近出して1キロのやつ来ましたよね。あれは伸びてここにね2倍のテレコンかませる仕様になってますが、キャノンはね小さい仕様できてますよね。で Z レンズの7200の F2.8 もおそらく素晴らしい描写すると思いますが、各社ねここは比較的絶対に譲れない負けられない戦いっていうか、あのもうなんていうか、エベレストの頂上の一番高いところで本当にバッチバチに戦っているような状態で、もうほとんどの人が高すぎて追いついていけないぐらいの汎用性の高い高さ、7200のズームレンジがありながら、どこの焦点域で撮ってもいいよねっていう。ですがキャノンの味付けとしては、僕の描写を検証結果といいますかね、どっちかというとキャノンは70よりも100を超えてからの 200mm ぐらいのレンジ、これの一番おいしいところは僕は135、150、200の手前ぐらいまで、なので135、180ぐらいのレンジで使うのがポートレート撮影とか本当の解像感っていうのは一番美味しい部分かなというふうに思ってます。なのでこの辺の中にも入っているんですが、やっぱりね、あのうわこれすごいなと思って、これどっちのレンズだと、例えば RF85mm F1.2 でも撮影してましたから単玉かなと思ったら意外とこっちだったりとかっていうところで、長年本当に5000万画素とか1億画素とか拡大してスキンでタッチしてきているので、ある程度は分かるんですよね。うわこのレンズすごいな解像性能とか、あちょっと無理してガリガリに出してきてちょっとシャープでごまかしてるなとかね、そういったのが見えてくるんですけども、線がちょっと太いかとか、そういうのが分かるんですが、ここのレンズに関してはやはり RF の 85mm F1.2 とかの同条件、要は F8 で絞り込んで ISO 100でシャッタースピード200分の1、ストローをバーンプロフォト入れてとかってなった時には、やはりね明らかに、単玉レベルで一瞬分からない、一瞬っていうか分かんないですね、あの同条件で F8 ぐらいまできっちりと絞り込めるのであればっていう。なので商業ベースでストロボきっちり使って ISO100 で撮りますってなったら、やはりもう単玉が結構もうね70、85、100、135で 200mm、150mm もあるよっていうぐらいに単玉が入ってるような考え方で運用できるっていう意味ではね、これ多分最強コスパっていうか、でもちろんですがここのまっすぐな分ね、歪曲収差とかもほとんど出ないですね。あの RF の7200の F4 の小三元の方はですね、レンズプロファイルちょっと当ててあげないとね、歪曲ちょっと出るんですよね。 RF の7200の F4 の方は 700g で相当よりコンパクトにしてきている分だけね、ちょっと無理して作って設計してきているレンズかなっていうのが伺えるんですが、
こっちはこの筐体なんですが、単純にね、今までこれをインナーズームにしてきてたものを純粋にこっちに落とし込んだだけっていう構造に作ってきてるレンズなので、描写っていうところも妥協もなく、そしてコンパクトにっていうところで、まあ他者を見渡してもちょっと一個頭抜けてる感じありますよね。もちろんデメリットの一つとしては何度も言いますがテレコンがつかない。なので、144-100 や、まあ、1.4 倍テレコンで100-300ぐらい、100-280ぐらいかな、 1.4 倍だか280ぐらいか、そういったレンズでは運用はできないんですが、まあ、僕の場合ですけども、そういった運用をする使い方の撮影って今までの撮影でもねほとんどなかった。アリーナクラスのライブっていう風になったとしても、ライブ撮影だったとしても結局必要だったらでかい単玉4ニッパとか借りていってたりしたのでね。なんで付け焼き刃的にあえてテレコンかます、どっちみち AF も解像性能も落ちちゃいますからね。そういった意味ではもうこうネイティブでね、このレンジを使い倒していくっていう方が結果いいのではないかなと思っている次第っていうところと、R3 が出てきてからいよいよ、まあその28-70F2 とかもそうですけれども、特にこの70-200 の F2.8 はここのコンビがスポーツフォトグラフィーだろうが、僕のようなポートリート撮影、スタジオ撮影においても、正直この1本と、最近ではもう乱暴なんですけど28-70 の F2、この2本だけを持って、あと R3 でサブというかね、バックアップ機で R5 っていうこの2台2本持ち込めば、今正直できない仕事ってなくなってきたなっていう感じは正直あります。その中でもこれが大体やっぱり一人の人物撮影とかになると、うん、やっぱ7割ぐらいを占めるようなレンジで僕の場合は撮影しているので、皆様に一度体感していただきたいなっていうレンズであります。っていうところで、ね、参考になれば幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。